はここを押さえて頭こう操作してたじゃないですか。それを今度はこっちで神経根を押さえておいて、腕神経束がバーってここから出てるじゃないですか。ここを弾してて腕神経束を押さえてのインダクションです。腕神経束ここから出てるじゃないですか。この甲子弾してこっち腕神経束をストレッチかけてインダクションってで、こっちは最初弾だけど、ストレッチ一緒にかけない、こっち弾だけど、こっちインダクション一回始まったらまた動き出すかもしれないし、こっち側も動き出すかもしれない。まあ、上部頸椎2番以外だったら3番は頸神経層だけど、横隔神経が3、4、5から出てるんで、まあ、腕神経層とつながりがあるんで、3番、2番ってなっても大後頭神経なので、もう午前中やったテクニックでいいんですけど、3以下だったら腕神経層と十分につながりがあるんで、両方やっていいと思います。はい、じゃあ寝てください。見せるんだったら上手なんですよね。これ今3番とぐらい、4番ぐらいここはやってます。でこっちで腕神経束の方を外します。ちょっと束が回線かけてこれですね。でちょっと腕神経束押したら僕の右手にも今そのテンションが伝わってるんで、右手端見えないけど今キープしてます。で左側を午前中やったみたいな感じでインダクションかけ、ストレッチかけて見ると反応が始まるんで、この後左も動かすし、この右手側頭も動かしてあげていいし、その今の僕の中指、右手の中指も動きたがってるんで、慣れたらこの操作いっぺんにやっていいですよ。それできないんだったら右手と左手だけでも十分だと思います。これです。結構柔らかくなってると思うんですけど、はい、いいですよ。